信長の野望を。神聖。天下統一を目指し破竹の勢いで今川家を滅亡させた我らが幕府。今川家の姫寿慶二を将軍様の側室に迎えお祝いモードの幕府に強報、毛利島津の戦である。幕府の天下性質に異を唱える愚か者に中罰を、けじめの時間だあ。とは言っても毛利は同盟を結んでいるので、同盟が切れるまで内政でもしましょ。お、二条御所もだいぶ育ったな。今は亡き細川晴元さんがちまちま開発してたこともあり、城下施設以外はパーフェクトで兵力も2万超えに。まあ任意で建設してもらってたので建物は様子見て建て直すかも。内政ちゃんとやってなかったから、バランスのコツがまだつかめてない感じだな。そして半年の月日が経ち、いよいよ毛利侵攻開始である。敵兵力予想が11万で幕府は16万動員、小屋でかい戦になるぜ。さて臨戦準備の間に調略で破壊工作しときましょ。城の耐久減れば落城するの楽になるもんな。ほう、武田義澄殿お亡くなり。嘘でしょ？前回お子さん元服したばかりだったのに、お父さんの信豊さんより先に行ってしまうとは。いと悲し。だが悲しみ冷めやらぬ中、幕府軍、出陣員。我らの武勇、天国の義澄君に届けてやろうぜ。悲しみを胸に戦に臨む幕府に三淵さんから吉報、将軍様南部さんから正室を迎えることとなりました。あ、将軍様今出陣したところだぞ。将軍様不在のまま側室の受刑にと、正室南部渚が一緒に暮らすことに。う、わぁ、小屋気まずさ 120% だな。ヒルドラ的展開にならないことを願うばかり。しかし二条御所がそんなことになってることもつゆ知らず、将軍様幕府軍は悠然と毛利へと進軍中。お、工作活動も無事成功してるし、今のところ毛利進攻は順調だな。そういえば四国にも国衆とかでちょっかい出して、毛利軍を分散させております。てか毛利は島津にも攻められてるから、兵がいろんなところに出払ってるっぽいな。毛利を分散させすぎてろくな合戦ができぬ。兵力差もあるし部隊数も少ないから威風もなし、しょっぱい戦が続きそうだな。圧勝でござる。キルレートがえげつない。幕府再通よ。そしてこのタイミングで従属してた長宗我部の吸収が完了。立地的にも毛利島津攻めで役に立ちそうでよかったな。元近くんには今後頑張ってもらいたいので、お工場城主にしてさらに下方の壺で忠誠あげます。家宝がちゃんと買えるようになって、有能武将がキープできるようになったぜ。威風出る合戦がしたいけどできない。敵が来るまで待ってみればいいんじゃね？敵が接敵する前に部隊が消滅しちゃう。将軍様たちの強撃が強すぎて相手が瞬殺なのか。こりゃ毛利軍分散させなきゃよかったかも。戦略ミスったな。まあマップ上の戦術としての強撃の重要さが分かっただけでもよしとしましょ。ポジティブだな。この調子なら信豊三千堂の武田城方面も大丈夫かな？だな。よし、岡山城間ラーク。このままあっさり毛利滅亡させちゃうかもだな。無事武田城も間ラーク。順調順調。そして一月かからず将軍様も、備中高松城を攻略。城の距離が近いと進軍も楽でいいな。そして半兵衛ちゃんも落城、一月で三城目、幕府の快進撃は止まらなーい。はい、島津インターセプト入りまーす。どちくしょう。島津五万が進行してきました。こりゃ面倒なことになったな。あ、中村御所から毛利の黒瀬城に進行したから、島津が空き巣に来たのか。狙われてるのは中村御所か、援軍を送るのにも2ヶ月くらいかかるしこりゃきっついぜ。とりあえず四国から援軍かき集めて足止めして、機内からも援軍出しときましょ。島津は猛者が多いから気をつけろよ。あいよ。まあ最悪無理そうだったら北条家に仲介をお願いすれば島津帰るけど、島津が毛利を切り取るのを邪魔できそうなので、ここで島津の兵力をがっつり削ってやるであります。あ、仲介いけるのか、どうにでもなるな。そして島津の前哨戦と言わんとばかりに、元近くんが川之江城を攻略。島津防衛戦しつつ毛利進攻も続けるのな。脳が若干追いつかぬ。安定の残念の王。よし、三村家近降伏。神鍋城、ゲットだぜー。そろそろ容量が減ってきたので将軍様は、神鍋城で合戦発生地として待機してもらいましょ。こらこら。お、秀吉がこの隅城を落としたぞ。ふふ、今月も三城落としてやったわ。毛利攻めは会長だぜ。将軍様も絶好調。
合戦発生期とかした将軍様も大活躍だな。さて毛利の兵はほぼ片付いたし、そろそろ将軍様にはご騎乗してもらいましょ。将軍様には二条御所に帰って、気まずそうな正室と側室の間を取り持ってもらわないとな。頑張れ将軍様。今回の毛利征伐で感じたのは労用不足、政策で小荷台配備を強化しましょ。月額8000はきついけど、これは今後必須になりそうだ。九州攻めも考えると、養老問題は今後の課題であります。だな。とりあえず最大兵力10万超えだった毛利は8万まで減ったし、前回最後に17あったお城も19まで減ってるし、それなりに弱体化できたかな？さすがに一度の進行で滅亡させるのは無理だったけど、それなりに領地切り取れたな。おっと高田城も落城、将軍様は帰ったけどまだ兵力余裕あるし、もうちょい戦えるかな？さて島津撃退も頑張らねば。わあ、海に島津軍の行列ができとるな。中村御所は九州方面からは攻撃しやすいので片側死守しなきゃで守りにくい。剣魚藩が先導をぐしーん。この坊主、えげつない範囲を先導しよる。バチ当たり。中村御所の防衛は元近くんが西を防衛して強撃を防いでたけど、多勢に無勢で後退せざるを得ない状況。機内の援軍が来るまで持ちこたえられるか、微妙なところだな。そして柿崎さんがしれっと新高山城を陥落。お、さすが柿崎さん、戦上手だぜ。ほう、一色殿お亡くなり。あ、樹形二さんもお亡くなり。数え年で84歳、大往生でございます。ご冥福をお祈りいたします。あ、よそ見してたら元近くん壊滅してた。元近くん抜かれちゃったら中村御所落ちるんじゃね？ギリ剣魚藩と佐久間の応援が届きそう。落城前に行けるか？そんな中鶴みたいな模様のヘアバンドした酒井さんが、各種城を陥落。多分あのヘアバンド鶴とは関係ないよ。そうなの？中村御所の防衛線は剣魚藩が到着。でも島津義久と義弘の強撃で大ピンチ。島津16代17代当主の2プラトンか、さすがの剣魚藩でもどうにもならんぞ。ここは撃って出るぞー。義久をぶっ転がせー。うまくいけば強撃は解除されるかな？お、ナイス剣魚藩、義久撃退。でも剣魚藩も壊滅。相打ちでござる。そんで鬼島津こと島津義弘もなんとか撃退。残存兵力5000くらいか、きつかったな。赤いの消えたしこれで島津は打ち止めかな？あれ、毛利が赤いままじゃね？こっそり新高山城が攻められてた。残念脳の処理が追いつかず、敵の進軍見逃しちゃったか。城の耐久回復してないし援軍間に合わないかな？敵の増援は見えてるし、絶望的だな。だが仲間を見捨てることはできぬ、援軍を出すのだー。援軍到着まで1ヶ月、なんとか持ちこたえてくれー。余裕で無理でした。この敗戦お前が敵の進軍見逃すボンミスしたからだからな。ごめんちゃい。さて毛利の赤いのも消えたので、人事異動をしっかりやらねば。毛利の城もいっぱい取ったから、城主の任命とかやることいっぱいだな。おやおやおや、毛利がっつり出陣しておる。この感じは島津との決戦だろうな。空き巣の時間だー。こらこら。幕府軍22万を動員し、毛利を撃つぞー。こうして第二次毛利侵攻軍が結成された。およそ毛利の4倍くらいの兵力での侵攻、この戦いで毛利にけじめつけられそうだな。毛利は島津との二正面戦争になるし、滅亡待ったなしであります。そして剣魚藩、またえげつない先導をぐしーん。先導範囲が広くてやばいな。先導された軍は進軍がスイスイ進むので、兵糧が節約できてありがたい。お、従属だった朝倉の九州完了したってよ。有能な明智光秀が仲間入り、織田家が滅ぶの早かったから朝倉にいたままだったのな。朝倉義景、朝倉山城を預けるゆえ、幕府のため勤勉に働くがよーい。さすがに本領&とはいかんかったか。優秀な武将も増えてきたので、義景に城渡すだけでも好待遇だよ。まあそうだな。では朝倉も九州して幕府御用所が拡大したのを眺めつつ今回はここまで。面白かった。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。着実に進軍を進める幕府軍、次回毛利滅亡か？気になる方はお見逃しの内容、チャンネル登録がおすすめなんだぜ。あ、ファーゼストフロンティアもやりたくなっちゃったので、こちらも並行して動画にするかも。ノップの動画もちゃんと最後までお届けする予定なので、そこはご安心を。
まああっちも見ていただけると嬉しいです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。